まずはじめにエスコ事業による学校空調導入について発表いたします。本年8月3日の定例記者会見で、近年の酷暑による小中学校の児童生徒への体調面への影響や学習環境を考慮して平成32年度の夏までに全小中学校の普通教室に対して一斉に空調設備を導入していくことを報告させていただきました。その後、多くの県内の自治体も小中学校への空調設備の導入を表明しており、現在早期に整備手法を決定して事業着手に取り掛からなければ、着手が遅れるほど機器の値段は高騰し、実際に作業を行う人員の不足により計画通りの導入が見込めないことも考えられる状況になってまいりました。このように空調設備の導入事業に関する環境は刻々と変化しており、さらに早期の導入について多くの市民や保護者、学校関係者等から熱望されていることから、当初の方針であった平成32年度の夏までの全校一斉による導入から可能な限り前倒しした導入ができる手法を検討するにあたり、導入スピードと総費用の低減を重視し、リース方式とエスコ事業の2案で検討を進めてまいりました。その結果、エスコ事業の方がリース方式と比較して導入までの期間が短縮できることや事業費も抑制できるとの判断に至りました。さらにエアコン導入にあたり、学校施設の消費エネルギーはこれまでよりも増加することとなりますが、エスコ事業では民間事業者のノウハウを生かした省エネルギー化の提案も見込むことが期待できることから、本市ではエスコ事業により小中学校への空調設備の導入を進めていくことに決定いたしました。